こんにちは、カビです。私は移動式遊び場という活動を15年間やってきました。この移動式遊び場というものは、車の中にいろんな素材や遊び道具、この車自体も遊具に変身し、どこでも遊び場に変えるという活動です。またそこにある地域の資源や子どもたち、そして私たちのようなプレーワーカーという人たちが掛け算することによって、無限の遊びができてきます。なんでこの活動をしたかということをお話したいと思います。私は生まれ育ちが新潟の妙高というところでした。薪風呂で生まれ育ってるんですが、学校帰りには川魚を手づかみで掴んだり、森の中に秘密基地を作ったり、探検ごっこをしたり、そんな幼少期を過ごしてきました。ところが大学時代に東京に来た時に、公園に行くと木登り禁止、土を掘っちゃいけない禁止事項にとってもショックを受け、そこから活動をスタートしました。子どもたちと公園や広場で多世代の遊びをしたり、また一軒の長屋を借りて子ども基地というものを作り、放課後の遊び場を作っていました。ところがその遊び場も2年後に取り壊しとなり、次の物件を探してもなかなか見つからない。そこで目の前にヒューッと通った車が、車の中から自動販売機にいろんなジュースやペットボトルを入れてるじゃないですか。これだ、この車を改造し、車の中にたくさんの遊び道具を積んで、街の中に遊び場ごと出前をすれば、子どもたちの遊び場が街であふれ、そして多世代がまた集うことができるんじゃないかということを考えてやりました。もちろんお金がなかったので、いろんな企業に電話をしたり、企画書を作って助成金を取ってスタートしました。今この移動式遊び場はタワーマンションの公開空地広場や団地の駐車場、商店街の道路、そして仮設住宅や避難所、そういったところでも活動しています。他にも森の中や限界集落、そういったところでも毎週遊び場を開催しています。さて、今日本の子どもたちはどういった環境に置かれているでしょうか。皆さん、子どもの頃やった遊びをちょっと思い出してください。どんなことが楽しい思い出として残っていますか。秘密基地、探検ごっこ、みんなでどこかに集い遊んだ、いろんな経験をしていると思いますが、今皆さんのいる町で果たして同じような環境が残っているでしょうか。子どもたちが同じように遊べているでしょうか。やはりなかなか今この子どもを取り巻く環境は複雑に絡み合い、難しい社会になってしまいました。その中で私はこの移動式遊び場によって再び子どもたちが街の中で遊び、多世代でつながりを作る、子どもと子どもがつながり、親と親がつながり、新旧住民がつながる、そういった活動ができないかなと思ってやっています。さて、日本の今子どもたちの幸福度、幸せについてお話しします。ユニセフのスローガンでこんなものがありました。子どもたちが幸せであるかどうかが、その社会が健全で政治がうまくいっているかどうかの証であるということがあります。子どもたち、若者たちは自殺率が年々増えてしまいました。コロナによって今400から500人の子どもたちが自分で命を絶っています。私たちは子どもたちが幸せである、
こういった当たり前の環境を作っていくというのが大人の責任かなと思っています。そこでこの移動式遊び場によって一つ一つご縁を丁寧に紡いでいこうと思っています。この移動式遊び場が面白いのは、いつでもどこでも変身するので、例えば道路で遊びを展開してくると、近所のおじいちゃんおばあちゃんたちがふらっと寄って、懐かしいな、ベーゴマを教えてくれたり、お手玉を教えてくれたり、時には通りかかったサラリーマンたちが楽器でセッションをしたり、そういった拠点ではできないいろんな多世代が自然発生的に交流する、そんなことがたくさん生まれてきます。また一つ被災地でのエピソードをお話したいと思います。石巻で震災から6ヶ月経った時、この移動式遊び場やっていました。4歳の女の子がお母さんと一緒に手をつないでやってきました。しかしその女の子はずっとずっとお母さんの手を離すことができずに、1時間2時間そこで遊んでいたんですが、ソーシャルワーカーの女の子がちょっと近寄ってお話してみると、その女の子は6ヶ月間ご飯食べるとき、お風呂入るとき、寝るとき一切手を離すことができなかったそうです。津波の怖さでお母さんからギューッ離れるのが怖いと言ってました。しかしそこの遊び場で私は衝撃的な景色を見ました。お母さんの手をスプッと離し、タタ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 と走ってコリントというビー玉を転がすゲームに夢中になって遊んでいたのです。お母さんは1時間ずっと泣いていました。そこで私は、ああ、遊びは子供を自由にし、世界を平和にする力がある、本気で思いました。そして、この移動式遊び場ということをやってきて本当に良かったなと改めて実感したシーンです。今、皆さんの町の子供たちは幸せでしょうか？いろんな環境の子供たちがいますが、一人一人幸せに感じていると思いますか？私は子供たちが幸せいっぱいの社会を作りたい、本気でそう思っています。そのためには私は5つの間、間と書く間ですね、5つの間を意識して活動しています。1つ目が時間、子供たちが自分の時間を作れるか、やらないといけないことがたくさんある中で自分のしたいっていうことの時間を作る。2つ目、空間、子どもたちの遊び場を街中作る、居場所をたくさん作る。3つ目、仲間、多世代がつながり、赤ちゃんからおじいちゃんまでの仲間を作れるかどうか。4つ目、隙間、あれしちゃいけない、これしちゃいけないの禁止事項がたくさんの社会の中で、余白や隙間、そういったもので自分たちで考え、自分たちでルールを作る、そういった社会を作れるかどうか。そして最後、手間、いろんなものを手作りですし、そこで知恵や技術が伝承されていく。僕はこの時間、空間、仲間、隙間、手間のごまをとても大事にして活動しています。今私はこの移動式遊び場を日本中に広げようという活動をしています。2年前から全国の NPO や市民団体、企業や行政に声をかけて、この移動式遊び場をたくさん作りたいと思っています。目標は10年後に100台の移動式遊び場を作りたいなと思っています。各地域で放課後や休みの時に遊びがいっぱい溢れていく、そんな社会を作りたいと本気で思っています。子供にとって遊びは生きることです。生きる力になるんです。
この遊びあふれる社会を一緒に作りたいという人はぜひ連絡ください。カービィと一緒に遊びあふれる社会を一緒に作りましょう。でも僕は生きている間の最終目標は、実はこの移動式遊び場がなくなる社会を目指しています。この車がなくても町中で再び子どもたちが遊びあふれ、多世代で交流し、町中で笑い声がたくさん聞こえる、そんな日本を作りたいと思っています。そのためには一人ではできない、たくさんの皆さんの力が必要です。ぜひ一緒に遊びあふれる日本を作りましょう。またねー。